シュミットルビン M1889 は1889年にスイスで開発されたボルトアクションライフルである。当時スイス軍用の新型ライフルとして1880年代後半から開発が進められ、スイス軍人のルドルフ・シュミット大佐とエドワルト、ルビン中佐により設計が行う銃本体の設計をシュミット大佐が行い使用する弾薬は ルビン中座が設計を行っており、機関部の動作機構に自家動式ボルト、ストレートプル方式といった特徴的な弾薬装填方式を取り入れている。シュミットルビン M1911 小銃の自家動式ボルトとハンドル。ハンドル側の突起がボルト側の噛む甲と噛み合い、ハンドルを前後に直線操作することによってボルトが回転し開放、閉鎖される。ストレートプル方式とは、 一般的なボルトアクション式小銃で示談を装填するには手動でボルトを回転前後動させる必要があるのに対してそうした操作を単純にボルト部分を引いて押す直線動作だけで行えるようにしたものであるこの機構は一般的なボルトアクション式小銃と比べて素早い装填が可能といった利点があったが機関部の構造が非常に複雑になることから 泥や埃りに弱いという欠点もあった。弾薬には世界で初めて同飛行弾と呼ばれる貫通性の高い弾丸が採用されている。第二次世界大戦中スイスは衛星中立国を保つことができたため国民開閉制度の施行から国内には一般家庭に至るまで大量の AM1889 他にシュミットルビンライフルが配備されていたとされるが いずれも実戦を経験することなく終戦を迎えたために蒸気のような不具合は直接的には露呈することはなかったとされる。その後、シュミットルビンライフルは各バリエーションを含め1889年から1953年の間使用され、後継の STG57 ライフルが登場するまでの間、スイス国防軍の正式小銃として使用された。 シュミットルビン M1889-1889 年にスイス国防軍で採用されたシュミットルビンナイフルの初期型。使用弾薬に 7.5X53.5mm を使い期間部にストレートプル方式を採用している。シュミットルビン M1896 シュミットルビン M1889 の後継型。M1889 の強度不足に疑問を持った。 スイスライフル委員会が、ホーゲルスガング大佐に依頼して開発された小銃。開発は1892年から開始され、同年11月3日に山頂の試作銃が完成。その後、頻繁に改良を行った結果1895年に完成する。ボルト部分が再設計され強度が増している。シュミットルビンエム1897-1898年に、 スイス国防軍に採用されたライフル銃弾薬に GP90 弾と呼ばれる弾薬を使用、シュミットルビン M1911 銃剣を着剣した M1911 小銃1911年に採用された小銃 M1889 の改良型の一つで、グリップ部分の改良という底部の耐久性を向上させ、より強力な弾薬が打てるように改良されたが、 M1889 から続く、強度問題は解決できなかった。シュミットルビン M1896、11M1896 のストック下部に、M1911 に使用している、スキャントグリップを装着シュミットルビン K31、キヘ平獣 K31、キヘ平銃 M1911、小銃をキヘ平銃に改良したモデル、M1889 以降の不具合であった。 ユーテーブの強度問題を解決したモデル、ありがとうございます。